こちらラグビー日本代表が合宿しているゾンタックです。おいよかったルアに会えた。ルアの活躍も見てるよ。はい、触っちゃいけないということで、すいませんでした。触ってしまいました。怒られるまで撮るから俺。そう、私もぶつかってもそういうタイプ。ハマちゃん、また来たぞ。おい、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 めっちゃ推しなんです。あ、相手にしなくていい。あ、して、めっちゃしてほしい。なんで友達なのに、あ、こんなに気を使わなきゃいけないんだろう。ジャパンだから。これがジャパンだ。そうだ、そうだ、そうだ。ジャパンです。ジャパンに触らないでくださいって言われて、係の人から。ラグビー日本代表の応援、よろしくお願いします。今日は公開練習ということで、ゾンタックのグラウンドに来ております。すごいたくさんの人たちがジャパンを見に来てくれました。10年前はこんなに人気なかったんですけど、やっぱ AD さんの時に南アフリカ倒して五郎丸ブームになったワールドカップから、ラグビーはこんなに育ったっていう感じがして、すごい嬉しいです。菅平住民としては本当に嬉しいです。すごいすごい、みんな見てる。ルア、はい、おい、おいごめんな、駅で見逃しちゃって。いや、お前ヒゲここ剃っただろ。そうです、剃ったから分からなかったね。よかったルアに会えた。うわー、すげえ嬉しいよ。元気元気、頑張ってる頑張ってる、はい、ルアの活躍も見てるよ。はい、ルアが決勝でノックオンしたのも覚えてるよ。ハイボール、あれですか、あれで負けたんだからな。天理ですよね。天理明治。あっと、ここはノックオンになりました。最終的には天理側からしてもこう相手が出すような。でも去年は、うん、優勝しました。あ、大丈夫です。はい、あ、ノータッチで。はい、すみません。またね。はい、ありがとうございました。触らない、触っちゃいけないということで。すみませんでした。触ってしまいました。自然と。多分また触るかもしれないけど。よかった、ルアと会えて。俺、駅で見逃しちゃってさ、あいつなんかこう。いなかった、いなかった。よかった、よかった。私の友達、これからあれ、タックルとかやらせてもらうの。あ、さくら出る、うちの YouTube。 あ、出る出る。教え子、教え子、イエーイ、教え子、教え子です。この天才大久保が長野女子高校馬術部のコーチ時代にこの弱小長野女子高校、あ、来た来た来た、おはようございます。頑張ってください。ハマちゃん、また来たぞ。おい、ハマちゃん、おい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 、頑張ってください、やったー。頑張って、ありがとう、頑張ってます、ちょっとうちの子が、息子がこれから練習するんですけど、めっちゃ推しなんです。あ、相手にしなくていい。あ、してめっちゃしてほしい。撮ってますか。撮ってる。ちょっとやば、怒られるまで撮るから俺。そう、私もどっちかっていうそういうタイプ。よかったよかった、よかった、会えた。姉ちゃんやったね、会えた。なんで普通の友達なのに、あ、こんなに気を使わなきゃいけないんだろう。触っちゃダメな、厳しいね。まあいいや、しょうがない、ジャパンだから。え、これがジャパンだ。そうだそうだ、ジャパンっていうことですね。ジャパンです。はい、すごいです。こんな多くの皆さんがジャパンを迎えてくれています。待って、嬉しいです。はい、お疲れ様です。バイバイ、バイバイ、やったー、お疲れ様です。ありがとうございます。2018年の決勝で天理を苦しめた高橋君。あ、こんにちは。ありがとうございます。明治です。明治、提供のイメージですよね。いや、提供もお願いします。よし、よし、やったなっち、当たって当たって、お願いします。いいね。ありがとうございます。よかったよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。写真撮ってもらえます。じゃあ3人で。あ、やったやった。いいねいいね。は
はい、ありがとうございます。おい来たよ、マジで再開、一緒に撮って再開撮りますか。ありがとうございます。あ、大丈夫。ジョータパパ、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 ありがとうございます。本当ですか、ここまでですか。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。長野県のちびっこっていうポップです。エディさんに教えてもらうのか。すごいっすよ、すごいですね。さっきインタビューで本当エディさんが気に入ってるって、ね、そうですそうです。はい、スカダイラーズ、スカダイラーズ、スカダイラーズの仕掛けに帝京出身の選手に先輩風を吹かせる山崎社長。山崎社長、みんないいんだよ、そんなに相手しない。子供たちめっちゃ可愛がってるんだよ。そうだよ、本当に。関西か、関西だった。めっちゃ痛い。だからマッチとか、あ、はい、藤原忍、みんな若いね。あ、これ大学、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 あの、いつか27歳、これ20歳です。ではまた今年来るんだ。勉強として分かってたもん。分かってた。いやー、よかったよかった、会えて。よかったですね。今日はよかった、久しぶりに話せて。でも他の3人は塩対応だった。覚えとけよ、覚えとけよ。ジャパンに触らないでくださいって言われて、係の人から。ラグビー日本代表の応援よろしくお願いします。じゃあねー。会議、会議、会議がある。選手30人余りは今月20日から菅平高原で合宿を行いました。最終日の今日は試合形式の練習が行われ、選手たちはキレのあるステップや激しいタックルで代表入りをアピールしました。スピードを重視した超速ラグビーの浸透が主な目的となりました。